どうも、川方パン、体パンパン、娘の星ひかりです。はぁ、ということで、ちょっと自分でね、おはようございます。鼻声です。鼻声でーす。鼻声でーす。ということで、今日はですね、なんかお休みなんです。ありがとうございます。本当にお休みなんです。ここまで丸一日お休みっていうのはまた嬉しいですよね。今日はね、ちょっと、もちさんのお休み、美容デーをね、美容デーに密着していこうと思う。自分で自分を密着していこうと思う。はい。で、今日はまず、朝から、これからちょっとマッサージというか、エステというか、に行ってまいります。はい。すごくね、素敵なところなんですけど、そこもちょっと紹介できればと思いつつ、はい。その後はいろいろ、もちさんの美容デー、美容エンド、なんか、やらなきゃ、やることデイです。寝起きちょっと今10分ぐらいなんで、全然起きてないんですけど、まあ全然準備も終わってないんですけど、まあでもこんな感じで出発したいとは思ってます。はい。雨でーす。ということで、出発です。基本ね、私は、周りは全員敵だという目力で歩いています。駅とか、外とか。この日は雨でした。ほんとちょっとこの帽子をかぶっているとでショートだとおじさんって感じなんですけど歩いています。常にね周りを警戒していつ敵に遭遇しても食われないようにいつでも逃げ出せるように警戒しながら歩いています。ということでまずやってきたのはまず全身トリートメントをしてもらおうということで、まあ、いわゆるエステですね。はい。こちらのお店はね、本当に今2回くらいお世話になっているんですけど、素晴らしいところでしてね。はい。こちら、施術前でございます。はい。本当、おしゃれだし、落ち着いてるし、プライベート空間ですごい特別感がね、あります。はい。で、こちらが施術後ですね。バスローブのね、本当に金持ちの社長の息子みたいな感じのちょっと貫禄のある感じになってますけどハニージンジャーティーをいただきながら術後のねハニージンジャーティーをいただきながらちょっと時間を過ごしていますが本当にねもう詳しくは私のインスタとかを見てほしいんですけどねここのサロンは本当に上質自分へのご褒美にぴったしなサロンでして本当ぜひ皆さんにもねもしなんかちょっと疲れてるなーっていう方いたら言ってほしいんだけどこの肌の透明感がやっぱこれすっぴんなんですけどあやっぱちょっと鼻くそついてるのちょっと気にしないでもらってすっぴんなんですけどこの透明感というかキメの整った感じとあとトーンアップした感じがもうたまらなく本当にすごいちょっと本当にすごいんですよこうでフェイスラインもね最初と全然ちょっと違うしあと目がねまず全然違いますすげえかっぴらいてますはいで本当にすごいからぜひみんな行ってみてくださいはいということでウィッグをかぶりまして続いてはこの後はアップルストアに行ってバキバキに割れたスマホを直しに行きましたはいで、ちょっと動画撮ろうと思ってたんですけど、アップルストアで携帯を預けるっていうのをすっかり忘れてしまっていたので、ここから急に、ネイルに飛びます。はい。ネイル行ってきました。これいつも行っているね、巣鴨にある私のサロンってか、私の行きつけのサロンなんですけど、このね、ごめんなさい、ピントがね、全然合わないんですけど、ここの、施術も本当にセンス、クリームパン。こんな感じで、今回はブルーを基調に冬っぽくしてもらいました。かわいいでここからは彼氏と合流しまして、夜ご飯串カツ田中に行ってきましたはいメガグレープフルーツサワー飲んでますグレープサワーなんかエステ行ってね綺麗にしてもらったんですけどここで、ま、もうゼロになったいやマイナスかなってぐらい飲みましたし食べましたねはい油とお酒をたくさん摂取しました休みだからいっかみたいなね結局そういう時間が大事だよね何せねもう好きなことやった方がいいんだよね大事だよねで、二次会はカラオケに移動しまして彼氏とはい歌を歌ってますちょっとね著作権の関係で全て歌は聞かせられないんですけれどもめちゃくちゃこれはレッドイットゴーありのままでを歌ってますアナと雪の女王のねはいでこれちょっと結構酔っ払ってます顔真っ赤っかで結構飲んで結構酔っ払っていてこれ帰りたくないってごねている最近流行りの犬系彼女的な感じのねごねを披露しているっていう感じでございます。
ただいまーということで帰ってきましたー。もう結構飲んで食べて歌ってそんなことになってますけれども、本当に楽しく、なんか久しぶりに何も考えずになんかいっぱい遊んでましたで、途中ね、ネイル行く前に Apple Store に行きまして、 Apple Store では iPhoneの画面にひびが割れてたんで、それを直しに行って、でネイルもね、せっかくだからいつもお世話になってる人のところなので、なんか撮影してどんな感じでネイルやってんのか見てもらおうと思ってたのに、スマホをね4時間5時間手放すという、スマホ依存症の持ちだなしからぬ手法ですけれども、スマホを手放しました。その間でもね、本当なんか久しぶりに、私本当インディアンなの、インディアンじゃない、インドアンなの、本当に休み、一日休みってやったら基本まず3時ぐらいまで寝てみたいな感じなんだけど、今日はなんかすごい動いた。もう本当にネイルも可愛いですし、今日はしかもね、途中メガネもね買いに行ったのよ。このザフワンザフにね、はい、メガネも買いに行って、すごい充実してたわ。本当にこんなに充実した休みを送ることないからね。はい、買ったメガネは一応お見せします。かわいい、こんな感じで、わおもろ顔結構私度が強くてですね、本当にレンズが分厚くてですね、こう目がちっちゃくなってしまうというね感じなんですけれども、はい、結構オレンジ縁で、で別光っぽい感じになってます。私別光だね、多分別光縁メガネです。かわいい、すごくかわいい。ちょっと一応かけてみる。あ、何も見えん、ちょっと目が悪いからちょっと失礼かもだし、あんまり言いたくないけどさ、なんだっけ、ステラおばさんステラおばさんだね、第二のステラおばさんですね完全に今日はね、雰囲気アテレコでお送りしました、ありがとうございました。楽しかったです。これから、カレーピッピと今日今帰ってきたので、また第二次会をね、二次会をね、しようと、思います。イエーイ！ということで、皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。バイ！おやすみなさい！